シャルル、大丈夫ですの？はい、大丈夫ですよ。痛いところとか気持ち悪いとか、見ての通り動作に問題ありません。そう、でもさっきはあんなに調子が悪そうでしたし、無理は禁物ですわよ。さっき？覚えてませんの？どこだいここは。さあ。いや、さあじゃなくてさ。僕に聞かれてもわかるわけないじゃないですか。どうしてそこで困惑するのか理解しかねますね。やはり年か。ああ、うん、いつものシャルルだ。ここはどこだ？さあ。気分はもういいのか？はい、気分は最初から平常ですが。そうか。変な人ですね。ここは、まさか。ここがどこだか知っているんですか？あなたは、この計測結果、これは、だから、危ない人ですね。資格なき侵入者たちよ。と、なんじらが求めるのは、知恵か、力か。おい、ここはどこで、あんたは何者だ？何が何だかって感じだね。はいはい、でしたら、私から。私は、力を求めますわ。悪人をバッタバッタとなぎ倒しますの。では僕もお嬢様と同じ力で。この状況でのんきな連中だ。そういうあなたはどちらですの？俺は、そうだな、俺も力だな。お揃いですわね。考古学者のお兄さんとしては知恵かね。私も知恵。お、奇遇だ。最初の選択はなされた。リディ、ラウルもいませんわ。ち、分断されたか。リディを探す。私たちもラウルを探しませんと。行くぞ。なぜ僕たちが不審者のあなたと。こら、シャルル。なら、ついてくるな。お待ちになって。シャルルの非礼は、お詫びしますわ。行け。今は、協力いたしましょう。お嬢様？勝手にしろ。感謝いたしますわ。自己紹介しておきますわ。私はアナマリア。シャルルです。エドだ。別れたもう一人がラウルと言いますの。こっちのは依頼主なんで個人情報は教えられない。リディってさっき叫んでましたよね。依頼人の情報をうっかり漏洩するなんて、やはりろくな人間じゃなさそうですね。シャルル、およしなさい。お嬢様もあまり信用しない方がいいですよ。シャルルが失礼なことを言いましたわ。申し訳ありません。
いい。あんたが気にするようなことじゃない。ガキの言うことだ。な。せい。ここだ。リディちゃんは依頼主でしたのね。ああ。ずいぶん心配そうでしたから、てっきりもっと親しい間柄なのかと。別に心配してるわけじゃない。焦ってるくせに。護衛の最中だからだ。無駄話をしてないで行くぞ。依頼人とはぐれただけでうろたえすぎじゃありません？そりゃうろたえもするさ。依頼人がいなくなれば報酬がもらえなくなる。ここまでの苦労が台無しになるからな。お金のためとは浅ましいですね。金がない苦労を知らない奴の言葉だな。あの光、遠くからもずっと見えてましたわね。ああ、あれだけ奇妙だな。ふん、何を言ってるやら。この空間全てが奇妙でしょう。チッ、揚げ足を。でも確かにあの光は不思議な感じですわ。まるで私たちを導いているような。突っ込むか。他に手はなさそうですわね。何があろうとお嬢様は僕がお守りします。お嬢様大丈夫ですか？ええ、問題ありませんわ。どうやら別の場所に飛ばされたようだな。トウ、ナンジラが求める力とは、敵を打ち倒すためのものか、仲間を守るためのものか。ナンジラの答えとしていずれか一つのみを選択せよ。またか。今度は相談してどちらか一つを選択するのですわね。とっとと選んで先に進むぞ。では私は巨悪を倒すためのものですわ。俺は仲間を守るためのものだな。割れましたわね。ここは多数決でいいだろう。あんたはどっちだ？巨悪なんざどうでもいい。俺には守る方が重要だ。あんたもそう思うんだな。意外だな。お嬢様とは違うのか。シャルル、申し訳ありません。お嬢様、
はじめまして。謝ることはありませんわ。今は戦闘に集中しますわよ。邪魔ですよ、邪魔ですよ。じゃあせい。あっと、ここだ。ジェイソン、せい。あっと、クラが僕の邪魔はしないように。お互い様だ。セリア、まだ来るぞ。やれるな。偉そうに。ですが当然です。ほっ、セリア。セイ、はっと、見切った。セイ、しはっ、ここだ。いや、無駄だ。はっ、僕としたことが食らいませんよ。ふっち、邪魔ですよ。面倒ですね。食らいません。お前もやれる範囲で戦え。な、言われなくても。ジェイソン、片付きましたわね。申し訳ありません、お嬢様。僕の選択のせいで。いえ、いいのですわ。シャルルにはシャルルの考えがあって当然ですもの。そうです。僕の力はお嬢様を守るためのもの。だったら求める力もお嬢様を守るためのものです。まあ、私のために。たとえ選ぶものが違おうと、僕の第一はお嬢様です。シャルル、お嬢様。うるせえぞ。申し訳ありませんわ。お嬢様が謝ることじゃありませんよ。自分の選択が選ばれたからって調子に乗って。ここだ。いや、せいせい、せいりゃ。せ、し、真面目にやる気がないならせめて黙ってろ。僕だけならまだしも、お嬢様のことまで。無礼な。シャルル、ダメですわ。お嬢様？エドはリリーちゃんのことを心配なさっているの。それなのにはしゃいでしまった。私たちに非がありますわ。お嬢様がそういうのであれば。いや、こっちも言い過ぎた。ではこれでお相手ということで。ああ。やあ、やりゃ。せた、そら、新しいところに出たか。でもラウルたちはいませんね。先に進むしかないか。早く合流できるといいですわね。ああ、心配なさらずとも、ラウルが一緒なら大丈夫ですわ。ラウルっていうのはあんたらの護衛なのか。え、どうしてそうなるのです？
どっかのお嬢様とその従者、残りの一人は護衛ってところだろ。私、どっかのお嬢様ではありませんわ。違ったのか。そうです。あんなのにお嬢様の護衛が務まるわけありません。お嬢様がお嬢様っていうのは否定しませんけど。シャルル、そこは隠すところでしたよ。お嬢様の気品は隠しても隠しきれません。そうですの。そんなに溢れております。はい、ドッパドッパです。じゃああのラウルってのは何者なんだ。自称考古学者ですわ。不審者です。安心できる要素がねえな。静かですわね。道もまっすぐです。お約束なら嵐の前の静けさですわね。燃えますね。嫌な期待はするな。おう、分かたれた仲間を見捨て去るか。困難な道でもその力で切り開くか。答えるまでもない。自分の道は自分の力で切り開きますわ。お嬢様の道を阻む者は何者であろうとも殲滅するのみ。選択はなされた。来ましたわね、お約束。やっかいごとではしゃぐな。冒険は苦難があってなんぼのもんですわ。なんぼどころか、こんなやつ倒してもイチガルドにもなりゃしねえ。よっ、そやりますわね。いや、お嬢様をお守りします。せいせい、これで決めます。いや、吹き飛ばします。ここからですわよ。で、無駄だ。ジェイ、お嬢様、新手です。ジェイ、いいでしょう。私、燃えてきましたわ。セリア、その手邪魔ですよ。面倒ですね。せいと、ここだ。クラが、お嬢様、背中は僕が預かります。では遠慮なく切り込みますわよ。力は示された。先に進む許可を与える。偉そうに。実際に偉いのかもな。お嬢様より偉い存在などこの世にいません。そうでしたの。私、この世で最も偉い存在でしたのね。バカやってないで進むぞ。待ってくださいませ。あ、お嬢様、さっきとは違う感じの光ですね。なんだか飲み込まれるみたいですわ。